はい、えー。今日はあ、抗原病の原因と真の解決策。原因は主に5タイプあります。3回目行ってみたいと思います。まだまだ続きます。抗原病の種類はたくさんありますので、まだまだ続きます。抗原病とはです。抗原病の原因はアレルギーの、との研究が進んでます。2015年、アレルギー性、肉合腫性、血管炎も抗原病に入ってます。では、何が原因でしょうか行ってみましょう。 まず、えー、混合性結合組織病です。1972年に、えー、提唱されたものですね。えー、複数の病気が、まあ、ダブってるというやつですね。全身性リテーマ糖ですとか、恐怖症、えー、多数性筋炎、えー、皮膚筋炎の3疾患の症状を混合していると、えー。血管病変や炎症。えー 染症などを引き起こすと、血管病変と、血管炎ですね、えー、内空の狭窄と、えー、それから関節炎と、これはもう共通ですね、禁、えー、炎、胸膜炎、染、えー、症、皮膚硬化、肺繊維症などなどということですね、複合しているやつということです。 えー、男女比は、えー、例に漏れず女性の方が1対15で多いと、例の症状ですね、例の症状、指の指が腫れると、それから SLE 初見、多性関節炎、えー、顔面の後半、えー、リンパ節が腫れると、それから指の効果とか、肺繊維症とか、肺高血圧症とか、えー、食道の全ん動の低下、 ですね、それから筋力の低下、えー、筋原性の抗争異常などということですね、えー。次はシェーグレン症候群です。涙、え、腺、ー、の涙ですね、涙の分泌、涙が出にくいってやつですね。それから唾液腺 大気、えー、分泌が障害されて出にくいと、40から60歳の中年の女性において男女比これも1対14と、シェーグレンはスウェーデンの医者の名前ですね、えー、それから、えー、アルファフォドリンと呼ばれるタンパク質に異常と、えー、タンパク質を作る遺伝子が活性化して、過剰に働くとシェーグレン症候群に似た症状が出るのを確かめたと。 涙腺、えー、などの細胞腫を引き起こして、えー、これにより炎症反応があ出るという,う循環が解明と、えー、ドライアイですねドライアイなどをきたすと、えーえー、口腔症状ドライマウス口の中も乾くと目も乾くとそれから唾液腺 が破壊されて、唾液の分泌が出なくなると、抗菌作用を持つ、ラクトフェリン、リゾチウムーム、えー、分泌型 IgA といった物質が含まれると、カルシウム、リン、フッ素といったミネラルによって、歯を守ってると、この唾液が出なくなると、虫歯や、えー、虫歯は増加してしまうと、えー、当然ですね、味覚変化、口内炎、食べ物が喉を通らないと、えー、声がかすれると、それから舌、 乳頭の萎縮で下が平坦になると、とそれから皮膚、乾燥症状、皮膚、血管炎、霊能現象感情広範と、関節炎、えー、もうこれは共通症状ですね、関節炎、関節リウマチのようなあ破壊性のものではなくて、全身性に、ね、似た菌炎と、えー、リンパ球、間、え、質、ー、性肺炎。 えという特徴のある感染肺炎をきたすと、嚥下障害、嚥下困難と肝機能障害も起こると、原発性胆汁性胆管炎やあ、門脈、圧、亢進症を合併することもあると、特徴的なリンパ球性、性間質性腎炎がアオンショ床に合併することがあるが、まれと、それから間質性膀胱炎が合併することもあると、甲状腺に炎症が起こることもあると、足元病。 と同じような症状であるとされると、えー、多発神経炎や多発単神経炎を合併することがあると、えー、中枢神経症状を起こすことがあると、関節リウマチは全身で入れてまた別をはじめとする、膠原病を一緒に合併すると、また本性患者は悪性リンパ腫を発症することが多いということですね。えー 顕微鏡的多発血管炎です。多いですね。すごいいろいろありますね。えー、っと顕微鏡的多発血管炎は、えー、ANCA 関連血管炎症候群のうち肉芽出性病変の見られないものと、まあ、こんなの覚えなくてもいいですね。毛、えー、細血管やあ細動脈、細静脈の血管壁に、まあ、血管に炎症が起こると、これも共通と。出血、 血栓と、腎、えー、機能低下、血尿、えー、タンパク尿など、急速進行性、えー、子宮体腎炎と、はい、出血または肝心性肺炎と、これはもう同じですね。発熱、倦怠感、体重減少、えー、筋痛、関節、口内炎、えー、出血、多生、胆、神経炎と、これ全く一緒ですね。全部同じ症状ですね。体に全部炎症が起こっているということですね。 血管炎性肉芽主症とこれもいきましょう全身の血管炎です動脈を障害する疾患と1939年のドイツの病理学者が報告したと鼻や喉の障害から始まると急速に感染性肺炎これも一緒ですね急速進行性の子宮体腎炎、えー、咳呼吸困難、えー、不臭発熱鼻内部の構造が破壊されて、えー、潰れて すごいですね。花が破壊されるということですね。眼球突出、ぶどう膜炎、角膜潰瘍、流痛、えー、性の後半とこういうものと炎症が起こってると。症状です。一応言ってみましょう。同じですけど、発熱、関節、副鼻腔、炎、タンパク、尿。 えー、などですね、こういうものと、肺結節、病変と、えー、巨細胞性肉眼腫と、鼻、目えー、耳、えー、上気道、肺、えー、主に鼻粘膜に見られると、これにより鼻が詰まったり、鼻が出血したりと、それから、肝姿性、えー、肉芽腫、形成炎症と、えー、フィブリノイド型血管炎と、壊死性の血管炎が気道全般に見られると。 半月体形成腎、えー、炎と、それから急速進行性子球体腎炎と、もう同じですね、全身炎症が起こっていると。 まだあります。抗酸球性達成、えー、血管炎性肉芽腫症と、えー、全身の動脈に炎症と、これも同じですね。1951年に提、えー、症と、えー、急症アレルギー性肉芽腫性血管炎と、全身の動脈に、えー、血管を生じると、抗酸球増多を伴うと、全身性の血管炎と、病理的には抗酸球、 えー、心情を伴う,う S 性の血管炎や血管内外の肉芽腫瘍を所ると、えー、一型のアレルギー症状が先行すると、えー、多発性、単神経炎を主体とする神経症状が頻度が高く、全体の70%、関節炎、はい、心臓、えー、同じですね、皮膚、えー、消化管、管、えー、腎症などと、全部炎症が起こっているところも同じですね。 ベイチェット病です。まだまだあります。ベイチェット病。自然感解が、要するに割と治りやすいと。多く認められる病気と。古典的な抗原病には含まれてないと。抗原病。えー、類似疾患です。血管炎であると考えられる。これも血管炎と。男女、非。えー、男女とも10から40歳に多く。30歳前半にピークと。トルコの医師が報告したと。目、耳、えー、目、口、皮膚。 え、外陰部、ほか、中枢、末梢神経、消化管もこれも一緒ですね。関節、血管、をーガス、全身性の炎症ということですね。口腔、粘膜、皮膚、目、外陰部において慢性炎症が持続するのではなく、急性炎症が反復すると。血管、炎と、その他、高中級以外に血管、因子、リンパ球、因子も病態に関与と。えー、口腔、粘膜の えー、再発性のアフター性腐葉、えー、を発症することが多く、く唇、えー、頬の粘膜、下、歯、歯肉など、ですね,ね円形の境界、えー、鮮明な痛みを伴う腐葉を生じると、ブドウ膜炎を起こす代表的な疾患と、誘痛性の口内炎と、えー、陰部などに腐葉、えー、が出現するということですね。 チェット病まだ続きます。すごいですね。えーえー、もう、体の、あのー、至るところ炎症を起こしてるということですね。皮膚の過性が極めて更新していると。血栓性の静脈炎と。それから、針を刺した部位が真っ赤に腫れ上がると。これも炎症を起こしていると、えー。それから、腹、えー、副がん炎があったり、炎症、もう全部炎症ですよね。えー、血便が出たり、大腸、海洋を起きたしたり、 静、えー、脈の病変、えー、髄膜炎など精神症状、麻痺、感覚障害、えー、血管病変として虚血性心疾患以外でもあ心肺、えー、膜炎、えー、などの障害が出ると、でんえー、伝動障害が報告と、えー、進行性の難聴、耳にも来てますね、進行性の難聴を呈することもあると、まあ、全身の炎症と。 今日は最後ですが、ベーチェット病ですが、ベーチェット病は、最近関連原因の可能性があります。ヒポクラテスの書物の時代から、この疾患の最初の記載があります。昔からあったということですね。古い時代から、これベーチェット病に関してはあったと。シルクロード沿いに起こりやすいと。地域性もあると。マイコバクテリウム。 えー、血結核菌などです。の熱食タンパクに対する抗体を、えー、産生すると、えー。グラム陽性球菌の関連が示唆されていると。これは細菌性であるということですね。ベイチェット病ですね。えー、抗原病の中のベイチェット病は、結核が関連しているだろうということですね。えー、それで、えー、乾燥 BCG ワクチンの医薬添付文書を見てみました。BCG ワ,、えー、BC ワクチンは、 結核、生です。生の結核菌です。えー、結核菌の、えー、病原毒性を弱めた、えー、生の、えー、菌です、えー。この添付文章を見ると骨炎、えー、骨髄炎、骨膜炎、えー、を起こすとか。これそのまま載せてきますが、起こすことがあると書いてありますから、あ間違いありませんね。それから最後ですが、 えー、結核子菌とアジュバントを足して、えー、マウスに、えー、打つと、えー、抗原病が起こるという実験があ,あります、えー。それはまたアジュバントのところでまたご紹介しますが、あこれが一つあ、えー、結核菌、結核子筋プラスアジュバントで、えー、抗原病が起こるという実験があります。これは一つ、結核菌が関連しているということですね。 とアジバントが関係していいるということこです、はい、今日はあ抗原病の3回目をお送りしましたが、えー、まだ数がありますので、えー、続きます。4回目に続きます。ありがとうございました。